アイレス航空8250便着陸失敗事故は2010年8月16日に発生した航空事故である。エルドラド国際空港発グスタボ・ロハス・ピニージャ国際空港行きだったアイレス航空8250便がグスタボ・ロハス・ピニージャ国際空港への着陸に失敗し、機体が3つに分断された。 乗員乗客131人中2人が死亡し、129人全員が怪我を負った。当初は落雷が原因であると考えられていたが、最終報告書ではパイロットが最低降下高度を下回る高度まで降下したことが原因とされた。事故の5ヶ月前にエルドラド国際空港で撮影された、事故機事故機のボーイング737から 73V は、 シリアル番号32,416、製造番号1,270として製造された。2003年1月10日に初飛行を行い、EG ジェットに納入された。その後、2010年3月6日にアイレス航空が購入した。調査官は事故の翌日に航空機の整備記録は適切なものだったと述べた。この事故はボーイング三十七から七百として二番目の 事故であり、初の死亡事故でもある。また2020年4月時点で、この事故は737から700で発生した、航空事故としては最悪のものである。8250便の座席表難人が登場していたかについてはいくつかの矛盾した報告がある。121人の乗客と6人の乗員、131人の乗員乗客、 少なくとも127人が登場していたなどの報告があった。また、131人の乗員乗客が登場していたという報告では、乗客は121人の成人と4人の未成年だったとも述べられた。事故後の報告で、実際は125人の乗客と6人の乗員が登場していたことが明らかになった。ある初期報告では114人が負傷し、 99人がサンアンドレアスの病院に搬送され、4人が重症だったと伝えられた。翌日の報告では、119人が病院に搬送され、ほとんどが軽症であった。また、重症を負った4人を含む13人がボゴタの病院に搬送された。当初の報告では、高齢の女性が心臓発作で死亡したと述べられた。最終的に死者は2人になった。 68歳の女性は病院に搬送中、大動脈破裂と肝臓破裂により死亡した。もう一人の死者は、女児で事故の16日後に死亡した。報告では、搭乗者には6人のアメリカ人、5人のメキシコ人、4人のブラジル人とエクアドル人、及び2人のドイツ人が含まれており、他は全員コロンビア人だという。また、別の報告では3人が、 アメリカ人だったと伝えられた。その後の報告でコロンビア国籍以外の登場者は少なくとも16人だと述べられた。事故機はコロンビアの航空会社であるアイレス航空が運航していた。8250便はコロンビアの首都であるボモタからカリブ海にあるコロンビアの島であるサンアンドレスへ向かう便だった。サンアンドレスは人気の観光地で ニカラグアの海岸から 190km 東に位置している。8250便は0時7分にボゴタのエルドラド国際空港を離陸した。機体は36000フィートの巡航高度まで上昇した。1時25分、管制官は22000フィートまでの降下を許可したが、後に24000フィートまでの降下に訂正された。当時の気象情報では、 指定1 0トル以上で穏やかな風が吹いて、いるだけだったが悪天候になることが予想されていた。サンアンドレスの管制官にコンタクトした際、3000フィートまでの降下が許可され、VOR での滑走路6への着陸が予定された。1時40分、着陸装置が下ろされ、フラップが15度に設定された。2分後に、フラップは25度まで出され、 管制官は滑走路6への着陸侵入を許可した。この時、10ノットの風と激しい雷雨で、指定が急速に悪化していると報告された。1時44分にフラップが30度に設定され、指定がさらに悪化したと管制官が報告した。パイロットは滑走路を指認し、自動操縦を解除した。500フィートまで降下し、機長はウィンドシアへ遭遇した場合に備えて、 復興手順を確認した。最終侵入は、副操縦士が着陸復興を提案するまで続けられた。1時49分、8250便は、滑走道端から260フィート手前の地表に衝突し、残骸は328フィートにわたって散乱した。そのまま滑走路を滑り、着陸装置とエンジン1機が機体から脱落し、機体は3つに分断された。 事故により、小規模な火災が発生したが、空港の消防隊の迅速な活動により消火された。事故の一方で、エンジンが停止していたと報告されたため、コロンビア空軍のデビッド・バレロ大佐は、パイロットの技能により、空港への衝突が避けられたと述べた。しかし、機体が空港の建物に衝突する可能性などはなかった。そのため、多くの人々は、 バレロ大佐の意見に賛同はしなかった。コロンビアの民間航空当局やコロンビア空軍が調査を開始した。残骸の調査のため空港は閉鎖され、空港の再開は翌日の6時頃になると見込まれた。8250便が悪天候により墜落したと報じられたが、空港では嵐の報告はなかった。ミターの情報によると、事故当時に、 東北東から6ノットの風が吹いており、滑走路は湿っていたが指定は良好だった。バレロ大佐は機体が激しい雷雨の中着陸したと述べた。事故翌日の乗客の証言によると、客室乗務員は着陸に備えており、機体は突然墜落した。パイロットは事故後に管制官へ緊急事態を報告しなかった。 事故原因についてはいくつかの矛盾した報告があり、マイクロバストへの遭遇後、または落雷後に着陸復興を行おうとし、墜落したというものだった。パイロットは機体に落雷があったと話しており、当局は落雷についてコメントしていなかったが、調査により落雷がなかったことが証明された。機体への落雷が直接原因となった、墜落事故は1971年以降、 発生していない。グスタボ・ロハス・ピニージャ国際空港にはウィンドシアを観測するドップラーレーダーなどの設備がなかった。コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは事故現場から回収された。残骸の散乱具合から調査官は機体が空中で分解したのではなく地面との衝突により破壊されたと結論付けた。アメリカの国家運輸安全委員会は 機体の製造国の代表として調査チームに加わった。事故からおよそ1年後の2011年7月15日に民間航空安全保障理事会はパイロットが自身の操縦技術を過信し侵入を続けた結果、グライドスロープを下回って降下したために墜落したと結論づけた。パイロットたちは機体が実際より高い位置を飛行していると錯覚する。 ブラックホール現象に陥っていた。また、パイロットのトレーニングの見直しが推奨された。民間航空安全保障理事会のカルロス・シルバは、調査の目的は、責任の追求ではなく、将来に発生し得る、航空事故の防止が目的であると述べた。ありがとうございます。